おはようございます、やんちゃです。2024年4月30日火曜日の朝です。よいしょ、タイマー15分。お、15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。ちょっと運動はお休み、そしてけん玉はい、やりますか。なんか久しぶりな気がする。グロケン、アドバンスと3級2級の練習。よいしょ、よし、 OK。 はい、もしかめ剣、そしてお振り剣。はい、で世界一周、あなんか急いでるから。よいしょ、っていうか雨降ってきたん、雨降ってきた、やばいなどうしようかな。ちょっと中止するかやべえ雨降ってきた。かしゃ、けん玉ないんだよな。うん、いや、なんかなんでこんなにバタバタしてるかっていうと、けん玉のシーンを見た人は分かると思うんですけど、なんかけん玉やってる最中にちょっと雨降ってきて、え、やばいやばいみたいなあれでもそうでもないな、なんかちょっと焦って撤収しちゃったけど、気のせいか雨降った、そんなことないよな、ちょっと降ってきてたんだよな。ちょっとどうしよう、そのままザーって降られると困るから一回撤収して、はい、雨スタイルに切り替えましたけど、ちょっと早計だったかな。でもちょっと急いでたんで、なんかね、取り返しがつかなくなってからなんか撤収するよりは早めに判断した方がいいかなと思って、はあ、ちょっとバタバタしてますけど、まあしょうがない。昨日やってたことっていうか、昨日収録してた時刻があれですよね、夜の8時とかそんなもんなんで、まだ12時間ちょっとぐらいしか経ってないしかもやって、そこからここまでの間にやってたことといえば寝てたぐらいそう、なのでやっぱ降ってきてんだ、やっぱ降ってきてますね、雨がね、はあ、なのでそんなに報告することはないんですけど、まあ喋ることはあるかな。なんか昨日あの続きやってたんですよ、あのラズベリーパイピコで LED を光らせるやつの続きですけど、で昨日言ってたのは LED の明るさをなんかボワーってあのパカパカするっていうよりはボワーンボワーンみたいな感じで強弱をつけるみたいなのをどうしたらいいのかみたいなやつ、昨日一昨日と言ってたと思うんですけど、あのコメントであれをいただいて、アドバイスをいただいて、あの LED をもう超高速で点滅させる、で点滅させる時のその点灯と消灯の割合をいじることでその強弱を表現できるはずだみたいなのがあって、あ、なるほど、そういう風にすれば抵抗でその電気回路の中の抵抗の強弱で明るさを変えるんじゃなくて、うん、確かにね、あの擬似的に明るさを変えることが可能なはずっていうのは確かにそうだなと思ったので、ちょっと試してみました、試してみましたけど、なんだろうな、0.001 の単位でそれを100個集めて、でその 1と99の間で割合を行ったり来たりさせるみたいなやつ試してみたんですけど、まあまあ悪くはないが1000分の1秒、1000分の1秒単位で、そうですよね、最大で点灯が10分の1になるのかな、1000分の100になるからね、1000分だから 0.1 秒とか光ってる状態みたいなやつを入れちゃうと、なんかそれはそれでそれなりになんかなんていうんですか、滑らかさが足りない滑らかさが足りないんだよなみたいな。かといって段階を増やそうと思ったら、かといって段階を10段階とかにするとちょっとなんか粗い
それはそれで段階が荒い、そのなんて言うんですか難しい。だから点滅する速度とその明るさを変える速度っていうのは別の尺度なわけじゃないですか。だその辺の調整が難しいけど、ただいいのは Ruby を書いて全て制御できるってことなんですね。なんか特別にハードウェアを足さなくても Ruby、ピコ Ruby のコードだけでその状態を制御できるので、いろいろソフトウェア上だけで試せるっていうのはやっぱ時代はソフトウェアだなってそれはそう。いや、ね、そこに到達してるのがそのピコルビーのすごいところなんだよなって思うわけですよね。なんかつなぎっぱなしで試行錯誤できる状態になったハードウェアの制御を、なんていうの、オンラインでつながったまま動かしたまま書き換えまくって試行錯誤できるっていう。しかも今回触ってるのは R2P2 っていうシェルなんですよ。シェルが使えるので、シェルとその Ruby のレプルですね、 IRB っていう対話型のコンソールが使えるので、そのラズパイピコを本当なんて言うんですかこうかなっていうのを一瞬で試しながら続けられるっていうのがめちゃくちゃ良くて、はあ、体験がいいそのこれはかなり教育的に意義があるんじゃないかなって思いましたね。マイコン教育みたいなやつが仮にあるとして、このようにするといいよっていう。これ今までだったらね、そのいちいちコンパイルして書き込んで実験して、あ、なんか思ったのと違うって言ってもう一回書き直してコンパイルしてとかってなってたところが、対話型のシェルでこうかなっていうのをもう 0.01 秒で試せるっていう、良すぎますよねすごいものができたなっていうのはすごい、なんか触ってると実感が湧いてきましたね。はい、まあそんな感じでいろいろ試していきたいなと思います。ただなんかラズパイピコの制約なのか分かりませんけど、その対話型シェルでずっとやってると、なんか対話型シェルに多分履歴とかが溜まってくんでしょうね、オンメモリ でなんかやりすぎるとメモリが足りなくなって落ちちゃうからあれどうしたらいいんだろう。な、定期的に一回レプルから抜けて入り直すとかしないと、ちょっと履歴が溜まりすぎると落ちる問題みたいなやつ、なんかもしかしたらバグなのかもしれないから報告した方がいいのかな、わかんないですけどね。メモリが足りなくなる前にそれを解放する機構みたいなやつを入れた方がいいのか、それともかなり小さい中にそのなんていうんですかね、本当に無理やりレプルを実装してるっぽいのでわかんないですけど、そういうなんていうんですか、便利機能みたいなのを足せば足すほどその機能でも使うメモリがあるわけじゃないですか。だからそれは使う側の人間が気をつければその分広いメモリが使えるんで、なんか我慢したらっていう話なのかもしれないけど、そういう話もちょっと聞いてみたいですよね。まあ、せっかく日本にその作者の人がいるんだから、そういう話を聞ける環境っていうのは恵まれてますよね、はあ、みたいなことを思いました、昨日から今日までの間にねはい、ピコルビーの話はこれぐらいにしとくか。あと何かな、昨日じゃあ寝たの何時だっていう話ですけど、昨日寝たのは2時半ぐらいですね。何やってたんだっけな、まあ多分ピコルビーをいじったりしてたんだと思うんですけど、2時半、あとね、あ、で起床したのは9時半とかですやばいんですよね、だからねやっぱ予報が雨に切り替わった、やっぱ雨降ってる、まあ7時間ぐらい寝てるからいいんですけど、うん、ちょっとね
やばいですよね。それでヤンチャクラブ取ってこれからもう出社しないといけない。で今日やんなきゃいけないことあってね、今日何をやんなきゃいけないかっていうと、昨日の夜あのあと夜9時半ぐらいに、なんか申し訳なさそうに家族がわしにあの iPad を差し出してきて、で見たら画面がバキバキに割れてるんですよそう あーみたいな、割っちゃったそのなんか寝室で iPad を使った後ほっぽらかしといたら、その布団の上にほっぽらかしといて、上に布団をかぶせてたっぽいですね。そしたらその上から踏んでパキッてなったらしい。はあ、だもうしょうがないから、その iPad 買ったの確かまだ半年も経ってないぐらいですかね。半年も経ってないぐらい、今年入ってから買ったぐらいのやつなんで、はあ、だからまだ Apple Care が現役だったんで、全然 Apple Care、うん、入ってましたね。入ってたんで、まあ、全然いけるんですけど、ただ Apple Care 入ってたとしても画面の割れを修理するのは面積金額が4400円とかかかるから、別に Apple Care に入ってるからといって無料ではないんですよあのアップルケアに入ってるからといって画面の修理が 無料ではないので、割り放題みたいなのはやめてほしいんだけど、まあ、わざと割ったわけではないからもうしょうがないなと思って、だ渋谷のアップルストアを予約して、ちょっと今日の夕方ちょっと一回会社少し抜けて行ってこようかなと思います。あれそうだよね、今日だよね予約したのねいや多分そうだよねちょっと自信なくなってきた。確か今日なんだよ。なんかあもう今日空いてると思って、アップルストアのそうですね、はい、4時ぐらいにアップルストア行ってこようかなと思います。はあアップルケアでもなかったらと思うと、多分1万5000円とか2万円とかかかるわけでしょこれで。そう考えたらまあ良かったとは思うんですけど、あとまあ派手に割れて破片が飛び散って寝室の布団の上にこうガラスが飛び散るとかなくて良かったなとは思うんですけどね。ただわかんない、ちょっとは飛び散ってるかもしれないけど、なんか必死で掃除機かけてたけど大丈夫かな。わしが寝る寝室じゃないからいいやとは思うんですけど自分たちの責任で自分たちのやった後始末はしてくれって感じなんですけど、はあ、まあ子供に渡す iPhone とか iPad の Apple Care は切らさないようにしとかないとダメですね。 iPhone もね、去年だか Apple Care が切れてすぐにバキバキに割ってて、2台とも去年だっけ一昨年だっけ忘れましたけど、バキバキに割ってて、でもケア切れてるじゃんみたいな感じになっちゃったから、しょうがないから、なんだっけ、第2世代 iPhone SE だったので第3世代のやつを2台買って、で古いバキバキの iPhone はメルカリに出しましたけど、メルカリのいいところはバキバキだろうが iPhone だったら結構高く売れるところですよねそのまあ直しちゃいいんでしょうから、だからアップルの正規プロバイダーとかで修理したら結構お金かかりますけど、その辺の何ですか、野生の iPhone 修理屋さんみたいなやつに持ち込めば多分数千円で修理できると思うんで、単に画面が割れてるだけみたいな iPhone だったら、まあ、結構修理のなんか元のベースとしてはいいんでしょうね。ただわしはそれをやるつもりがないので、やるつもりがある人にそれを譲るっていうことがなんかスッとできるメルカリはいいですよねとはいえ割れさえしなければもうちょっと長い間使ってくれることを期待して買ってたので辛いですけど、はあ、やれやれだ。こんな感じですかね。
昨日話そうと思って話してなかったことがあって、何かっていうと散歩の話ですね。日曜散歩、日曜日散歩に行ったんですよ。一応何にも言ってなかったから行かなかったのかなと思った人もいるかもしれませんけど、実は行ったんですよ。でどこに行ったかっていうと、一昨日はですね、北綾瀬っていう足立区にあるなんていうんですか、橋の方ですね。もう北綾瀬まで行くと位置的には葛飾区亀有に近いですかね。もはや亀有とか、あとは八潮とかですかね。八潮にも、まあ、近いって言ったらちょっとあれだけど、まあ近いは近いですね。とかあと水元ですかね。水元公園っていう公園が有名ですけど水元とかあっちの方ですね、なんですけど、そのあたり久しぶりにちょっと歩いてきました。でなんか行ったらですね、環状7号線っていうでかい道路あるじゃないですか。東京のもう一番外周をなんかぐるぐる回れるって言っても、大江戸線みたいに終端同士が離れてるんですけど、環七、北綾瀬のあたりの環七を歩いてたら、車のディーラーがめちゃくちゃいっぱいあるエリアがあるんですよ、北綾瀬の駅の近くって。でそのあたりを歩いてたら新しいディーラーができてて、 BYD のBYD かと思って、なんか見慣れない建物あるなと思って見たら、車がいっぱい置いてあって、全部電気自動車ですよ。で中国でしたかね、中国の電気自動車メーカーの BYD のディーラーができてました。 BYD 足立だって。はあ、マジか。いやわし、なんか本当に物好きな人だけがちょっと買うみたいな感じの車だと思ってたんですよ、 BYD って。だからテスラとかと同じで、なんか都心の方にしかないのかなと思ってたんですよ。だから港区とかあっちの方にしかないのかなって思ってたら、なんと足立にいやテスラは1000万円ぐらいするじゃないですか。で BYD ってどれぐらいなのかなと思って、なんか200万円ぐらいで買えたりすんのかなと思ったんですけど、なんか見てみたら450万円とか380万円とか、そんな感じの価格帯でしたね。まあテスラと比べれば2分の1とか3分の1とかなんでしょうけど、まあ、だから凄まじく安いんでしょうけど、なんか普通のその辺の車と比べるとちょい高いなっていうか、新車で200万円でもまあまあ高いなと思うぐらいですけどね。そんなところ BYD は3、400万円ぐらいの価格帯。どうなんでしょうね。うちはマンションの駐車場に充電ポートとかないので、家で充電できないから買うメリットがあんまないんですけど、自宅に駐車場がついていて、でコンセント 200V のコンセントが生えていて、で充電できるんだったら、なんか結構航続距離 400km とかって書いてあったから、結構いいじゃんと思いましたね。でなんかめちゃくちゃワット数の高い充電器を使えば30分ぐらいで 80% 充電できるぞとか書いてあったし、まあ、そんな充電器が出先でホイホイ空いてるかどうか分かりませんけど、400キロでしょ、400キロ走って、まあ、例えば800キロ走りたいとして、まあ、関西の方まで行くとしてですよ、1回給電すればよいと。そうですね、中間地点どこら辺ですかね、まあ、名古屋とかですか。名古屋とかまで1回バーッと行って、名古屋で30分休憩しながら充電して、でそこからもう1回関西まで行くっていう可能ですよね、多分ね。まあ、車だったら給油が5分で済むっていうのは確かにそれはそうなんですけど、休憩もするじゃないですか、どうせどうせ休憩もするんだから、まあ、休憩30分しつつ、まあ、ただね、その充電ポートが空いてさえいればっていう話だから、あらかじめ予定を立てて充電ポートを使う時間を
予約できればいいですけど、なかなかそうもいかないですよね、多分ね。予約制じゃないですもんね、多分ね。だからな、まあとはいえ普段使いで都内を、まあ、ぐるぐる、都内近郊をぐるぐる走るのに使うぐらいだったら全然用なしそうだなという気はしましたね。はあ、まあとはいえ400万円かっていう感じはしました。中国の電気自動車に400万円かっていう、うん、別に中国がどうこうっていうよりはなんかあんまり実績もないじゃないですか、 BYD って。今ブイブイ言わせてるということだけは分かってますけど、なんかもうちょい安くてもいいんじゃないか。でもさすがに50万円ですって言われると逆にそれはそれで乗りたくないっていう問題もあるからね。いやでも高ければ大丈夫かっていうとそんなこともないだろうし、みたいなことをちょっと考えましたね。あの北綾瀬の新しくできた BYD のディーラーを見ながら、ね、はあ、やっぱ足立区にはテスラはできないけど BYD はできるっていう何かがあるんでしょうね。いやでも北綾瀬までのこうディーラー通りみたいなのありますけど、まあ、ちょっと外れたところにレクサスもありますからね。はい、別に足立区民だからといってグレードの高い車に乗れないわけじゃないんですよ、きっと。はあ、分かりませんけど、亀有の方まで行けば柳瀬とかもありますからね。柳瀬はなんか高級自動車、高級外国自動車の、あれは柳瀬っていうのはあれなんですか、中古車専門店なんですかね、分かりませんけど、主にベンツとかを売ってる店ですけど、はあ、まあでも足立区民ベンツ乗ってそうですよね、一部の人はね。なんかはい、まあそんな感じですかね。そういう感じで一応散歩してきましたよ。あと今北綾瀬って結構再開発してて、北綾瀬の駅前にあったでかい畑みたいなやつがなんか相続かなんかで、あの持ち主が変わって、持ち主が変わったことによってなんか開発を行うデベロッパーに引き渡されたっぽくて、三井だったかの三井アウトレットなんとかみたいな、そういうやつができるっぽくて、今もうすごい渡り廊下とか環七を渡す渡り廊下みたいなやつができていて、でその脇でもう更地になってるところをクレーンが入ってなんかタワーみたいなやつ作ろうとしてましたね。いやーすごい。あの千代田線の始発になってるんですよ今北綾瀬って。昔は千代田線との間で2両編成みたいな電車が往復していて、それでなんかシャトル運用みたいな感じになって支線みたいな感じになってたんですけど、今はもう本線と合流していて、そのフルスペックの千代田線が始発として発着してるんですよね。だから結構な人数をさばける駅になりつつある。なんか前は2両用の駅だったのがもうだから16両かな、あれ千代田線って何両だっけ、12とか16両あると思うんですけど、もうはちゃめちゃに長い編成をさばけるようになってるのでいいですよね。だから常磐線と直通になってるやつは綾瀬からそのまま松戸とかに行きますけど、そうじゃないやつは綾瀬終点ってもうないんじゃないかな、北綾瀬終点とかになってるんじゃないですかね。はあ、すごい。っていうのもありマンションとかバカスカ建ったりとか、まあ、再開発が著しいっていう感じなのでちょっと見学しました。足立区だとやっぱそういう意味でこれから暑い街っていうと北綾瀬もしくは千住大橋のあたりなんでしょうね。はあ、あらかじめそういうところにマンションを買っておけばよかった。わかりませんけど。いや別に今のこの屋上のあるマンションもまあ気に入ってはいますが。はい。そんな感じですかね。はい。じゃあ、バイバイ。ピー。